皆様いかがお過ごしでしょうか。ハウリングです。第12回ソングレディスタ始まりました。この企画は私ソングライターハウリングが考える理想のラジオ番組を YouTube チャンネルで実現させる企画です。タイトルをねソングレディスタにしたんですよ。レディスタだけだと、だいぶねレディスタという名前も浸透してきて、レディスタという名前で読んでいただいたり覚えていただいていることが多くなったので、もうその覚えていただいている方はもうそのままレディスタと呼んでいただければ全然いいんですけども、やはり毎回新しいリスナーの方を意識してですね、こう企画の趣旨などが伝わるようにソングというタイトルを新しくつけました。ソングレディスタです。これによって毎回歌が聴けるということですね。こう音楽の企画だということが伝わりやすくなったと思います。それでですね、この企画なんですけど、基本的にインディーズのアーティストさんを紹介させていただいている企画なんですよ。それでですね、僕がこの企画を始めるまでは僕自身こういったことをやっている人を誰も知らなかったので、これ僕が初めてやったと思うんですけど、でこれすごく僕は可能性を感じていまして、リスナーの方、今日初めて聞いていただいた方、試しにこの企画をずっと応援してください。今は、まだね再生回数とか見てもそんなにたくさんの反響があるとは思わないかもしれないですけど、必ず世の中の需要が後できっとこれを追いかけてきます。だからすごい企画にあなたが参加できることになるんですよ。というのは、今この音楽シーン全体ですねを考えた時に、メジャーのアーティストでファンが思うように活動できている人っていうのはやっぱり売れている人だけだと思うんですね。その中でこの企画はインディーズを中心にやっています。そのインディーズを応援する企画として、あなたがですね、リスナーのあなたがこの企画を応援していただけたらですね、その中にいるアーティスト、インディーズのアーティストさんたちは本当にリスナーの理想に応えられるような活動をできるようになります。なぜならメジャーのアーティストさんはやはり レコード会社とのこの契約があるので、やはりレコード会社の意向に従うというかこともあって、かなりの枚数、もしそういう CD が売れたとしても、そうやって収益はそこまでないというかね。だから活動自体は結構応援してるはずなのに打ち切られてしまったりみたいなことがメジャーの場合は普通にあると思うんですよ。当然これ聞いてる音楽活動されてる方もそういうことは見たり聞いたりしたこといっぱいあると思うんですけど、でもこの企画自体を盛り上げて、要はそういったレーベルとかに参加しなくても自分たちの力でこの企画を盛り上げていくことができれば、アーティストさんたちはレコード会社の意向に沿うことも必要なくて、自分のやりたい音楽をとことん追求したり、こうリスナーの方が聞きたい、その方々に望んでいるような活動をずっと続けていくことができます。このずっと続けていくことができるようになるんですよ。これは間違いないことなので、こういうことを僕は先を見ています。10年20年先ですね。そんな企画をここにスタートしているので、もうこれを聞いた方は迷わずこの企画をあなたがこう参加してですね、盛り上げていっていただけたらなと思っております。そうですね、そのアーティストさんに、やはりメジャーの方だとこのアーティストさんは何ができるんだろうっていうことを問いかけるっていうかね、そういうことがあると思うんですけども、でもね、それよりも
リスナーさん自身が参加して、そのアーティストさんに何ができるのかっていうことをね、問いかけられる直接的な企画だと、企画なので、そういう意味でね、とっても刺激的で、こう楽しい本当の音楽シーンと言える企画なので、これはぜひ参加していただきたいと思っています。なのでリスナーアーティストすべてが参加できる参加型のラジオ企画、それがこのソングレディスタということを理解していただければ、今後も楽しんでいただけると思います。そのパーソナリティ DJ を務めるのは私、ソングライターハウリングです。僕自身はソングライターとして2018年5月から音楽活動をずっと続けております。ファーストアルバムも今年の2月に完成したばかりです。そんな僕がインディーズの素晴らしいアーティストさんを毎回紹介、もちろん僕の曲もですけどね、ご紹介させていただくので、そういった企画だと理解していただければ嬉しいです。そして応援よろしくお願いします。そしていつも聞いていただいている方は、本当にね、いつも温かいコメント、それからグッドボタン、本当にありがとうございます。それでは今回もレディオスターをご紹介いたしましょう。ちなみにこのレディオスターというのは、この企画から新時代のラジオのスターが現れるという意味でこうつけている、お呼びしている称号ということなんですけども、今回ご紹介させていただくのは、ジャンルとしてはヒップホップに入る、その中でもですね、僕はずっと前から注目させていただいているポエトリーリーディング、ポエトリーの種類ですね、をやられているアーティストさんです。神奈川県在住のラックスさんという方ですね。この方と僕が初めてツイッターでやり取りさせていただいたのは2019年の2月です。その時にですね、このラックスさんはすごい勢いで楽曲を発表され続けておられまして、その時にですね、やり取りさせていただいて、僕の曲も聴いていただいたんですよね。まあ、月下をはじめ、その中でこう路上を聴いていただいた時に、なんか地元のことを思い出してくれたということなんですけども、その地元は、ラクさんの地元は岩手県ということですね。その岩手県のことを思い出してくれたんだと思います。そして僕自身もこのラックスさんのこれからご紹介させていただく曲アートレインが素晴らしいということ、まあ、他の曲ももちろん素晴らしいんですけど、そういうお話を常にさせていただいていたんですけども、そのラックスさんがですね、就職活動をされていてですね、就職が決まってからですね、まあ、少しツイッターの方にこう低浮上というか、顔出されることも少なくなったような気配がありましてですね、で実はそのタイミングでというか、僕がラジオ企画も始めていた、まあ、そのタイミングっていうかちょっと後ですけどね、ラジオ企画もあってですね、そのもう結構ラジオ企画始めた最初の段階でレコメンドさせていただきたいという DM をお送りしていたんですよ。だけどやはりツイッターをなかなかこう頻繁にこうチェックしておられなかったのかもと思うんですけど、そのお返事がなかなかいただけない感じでですね、でやっとこうお返事いただけたのが、もう結構ラジオ企画を進めていた段階だったんですけど、お返事いただいてちょっと嬉しくてですね、僕もまた DM させていただいて、こうやっとレコメンドさせていただくこう運びになったんですけども、このラックスさんは音楽をやめていないということを、ぜひともリスナーの方にお伝えしていただきたいということをおっしゃっておられまして、そして EP の完成が間近であるということを言われてたんですけど、ツイッターでもう EP が完成されたということを確認いたしました。なので
これからね本格的にまた音楽活動にこうされていくと思うんですね。でそのご応援いただきたいんですけど、この方はやはり今されてる仕事も音楽と同じぐらいやりたかったことだという、本当に一つ一つね人生 この一つ一つを大事にされている方だというふうに感じます。そして先ほど路上の話でもお話しさせていただいた通り、地元のことを思い出して岩手県のですね、おそらくこう熱い気持ちを持っておられる方だということが伝わってきます。でそんな方がこう繰り出される、編み出されるポエトリー、その曲というのはとてもね、ご本人もおっしゃってる通り、こう愛とか優しさとか、そういったご本人がおっしゃるにはふんわりとしたものを曲として制作できたらいいなと思って日々作っておられるということを以前おっしゃっておられてました。なのでぜひ聴いていただきたいと思います。もうね1年以上越しのレコメンドになります。僕自身も一つの約束が果たせたという思いで胸がいっぱいです。お聞きください。ラックスさんでアートレイン。6畳一間、時計の針の音が鳴り響く。一人暮らしの部屋、日付が変わる頃、小さな机の上に置いてある真っ白な画用紙に色を落とす。神経を研ぎ澄まし、ピンセットで言葉をつまみ出すように、この感情を色にして言語にして図化して数式を解くように、はたまたそれを日本語に変換するように、感情と経験から成立する何もない世界を君のバレットで染め上げるんだ。世間の声を遮断して、周りのことなんて全部忘れて、無我夢中で描き続ける姿は誰にも縛られない少年の目をした。まるでピーターパンのようだ。音楽は芸術、つけれない点数、君の音だから、君の声だから、君の言葉だから、きっと綺麗なのさ。日本も美しい、時に苦しい、君の僕の一滴の雫をこのトラックの上に落とそう。作業場で使う大きなバレットの絵の具が僕に跳ねた時気づいたんだ。作品を作ることで、いや作り上げようとした世界によって、僕自身も本当の僕色に染められていくことに、そうやってまた七色に輝き出すことに。誰もが気にする5段階評価、ここには先生も成績表も存在しないのに、何かに怯えてたことがあった。唯一無二、2つと存在しない世界、価値をつけたがる無数の慣習、値段なんてつけれるわけがないから、そこには勝ちも負けも勝者も敗者も存在しないから。作品の価値は自分で決めた。音楽は芸術、つけれない点数、君の音だから、君の声だから、君の言葉だから、きっと綺麗なのさ。日本語美しい、時に苦しい、君の僕の一滴の雫をこのトラックの上に落とそう。音楽は芸術、つけれない点数、君の音だから、君の声だから、君の言葉だから、きっと綺麗なのさ。日本語美しい、時に苦しい、君の僕の一滴の雫をこのトラックの上に落とそう。
生涯現役で芸術家の僕たち、生活のための音楽なんて言えるほどじゃないけど、音楽のための生活だと思えた時、起こること全てに意味をなした。無限に広がる言葉という可能性はまるで銀河のようだけど、夜になればまた銀河鉄道に乗って言葉たちを探し連れ出すんだ。ラックスさんでアートレインでした。ツイッターの動画で初めてお聞きしてすごく印象に残っていた曲なんですが、改めてお聞きして YouTube 上でですね、素晴らしいですねと、特に音楽のための生活という歌詞につながっていく全ての文脈も最高ですと、初めてやり取りさせていただいた1年以上前にお伝えしています。そのラックスさんがおっしゃっていた愛や優しさ、柔らかな感性が伝わってきましたとお伝えしています。これからの音楽シーンを必ず盛り上げていただける存在だと思っておりますので、今後の活動復帰楽しみにしております。 EP の完成ももうされたということで、もういつでも動き出せる準備があるのかなと思っております。楽しみにしています。今回はこの素晴らしい楽曲提供していただいて、ラックスさんありがとうございました。僕は東京にいた時にですね、ずっと友達がヒップホップしか聞かないぐらいの勢いでですね、ヒップホップを中心にしたこのカルチャーしかこう、なんていうかな、認めないというか、なんていうんでしょうかね、そういう時期がありまして、でカラオケ行ったりするのも東京に行った時はその友達とかしかいなかった感じだったので、それがですね、曲を選ぶ時とかももうヒップホップ縛りなんですね。こうヒップホップの曲しか歌ってはいけないみたいなね。まあ別に歌ってもいいんだろうけど、こう普通の曲を歌うと誰もみんな乗らないみたいなね感じの空気があったというか、それがね結構長く続きまして、東京にいられたらずっとまあそうだったんですけど、普通に自分でロックの曲を歌ったりとかする場合はもう一人カラオケに行くしかないみたいなね、そんな時期がずっとありました。でもそのカルチャー自体は本当に僕自身も楽しんで、いろいろその友達のおかげで、こうその友達じゃない家にこうターンテーブルとかあって、まあ、DJ もやってたんですけど、で実際こうMC とかしてる友達とかもいて、クラブにそうやってこう誘ってもらったりして行ったりとかもしてましたね。で、まあ、僕はねあんまりクラブ自体はちょっとそんなにお酒を飲まない感じなんで、こうそんなに好きではなかったというか、まあ付き合いで行ってたような感じですかね。なんですけど、まあその時期よくありましたね、そういうことが。でその期間ずっと聴いてたのもヒップホップの曲ばっかりでしたし、まあブッダブランドであったりとかザ・ブルーハーブですね。特に途中からその友達がブルーハーブがずっとこう押し出してで、みんなの中でもやっぱりこう人気になっていたので、こう渋谷のタワレコにもインストアライブに行ったりしましたし、そういう時期がありまして、でですね、
まあ、未だにやはりちょっとヒップホップっていうのは気にはなったりはするんですけど、でももうだいぶそういうのを聞かなくなってというか、長いので最近どういう感じなのかはちょっとわからない感じではあるんですけど、でも今でもたまにブルーハーブさんの曲を聴いたりとかしますね。そんな中でこのカルチャーとして、これラックスさんのようなポエトリーでこう感情を伝えていくというか、しっかりと美しい言葉を紡いでいくっていうことが僕は魅力的だとすごく思っていて、こうラップでバトルをするということ、そういう一つのね側面よりも僕はこっちの方が今後僕自身がね聞きたいというのもあったり、そういう心境になってきたというか、それは、まあ、年月をかけてという部分はありますけど、あると思うんですけど、そういう部分でもね、このラックスさんが作られる楽曲自体も本当にそういった僕の理想に近いというかね、表現に近いものがありまして、そこがやはり素晴らしいと思って聞かせていただいておりました。そのね中で、この楽曲の中で、作品の価値は自分で決めたという歌詞があるんですよね。リリックがあるんですけど、ここがすごく僕が共感するところ で、自分たちを芸術家とはっきりと言いながらですね、その芸術の価値を自分で決める、誰かに決められた点数ではないんだと、勝ちも負けもないし、これは本当に僕が大いに共感するところであって、僕自身が常に思っていることでもあるんですね。で、この芸術っていうのを誰かに決めさせるわけじゃなくて、そのことは自分で決めようと、芸術のことはね。で、そんなに自分がこだわってない部分がもしあるとしたら、そこは別に流行りであったりそういうもので決めてもいいとは思うんですよ。まあ、例えば、まあ、人それぞれだと思いますけど、例えば髪型とかを気にしてないんだったら、それは流行りとかでもいいじゃないですか、別にね。まあ、服装を気にしてない人だったらそこは流行りでもいいけど、でも芸術のことは自分で決めようと、自分に聞こう、自分自身の心に聞こうって常に思ってるんですね。まあ、でも実際には、まあ、音楽をやってる人だけに関わらずですね、何か大事なことが点数で決められたり、オーディションで決められたり、こう何かの権力争いとかによって誰かの利害利益を守るためだけに決められたりとか、権力者のねそういうものを守るためだけに決められたりとかいうこともあるのかもしれないけれども、それでも僕は自分と自分自身の作品の価値は自分で決めます。あなたも自分の作品の価値、自分自身の価値は自分で決めてほしいし、その上でね最高だと思うものを見せてほしいです。だから採用する側になってしまうかもしれない、この僕のラジオも含めて、そこで採用されるかどうかとかは気にしなくていいと思いますし、それよりもこのラジオ企画がやろうとしていることっていうのは、芸術と芸能というものがあって、その両軸が決してこう相性の悪いものではないということをこの企画で実現させていくというものなんですよ。音楽を一つ続けていこうとする強い意志がある場合にですね、いい作品を作る芸術
的な部分、芸術的な部分でそれが素晴らしいものがあったとしても、それが直接たくさんの人に知っていただけるということにつながらないかもしれないじゃないですか。で、そのたくさんの人に知っていただくという部分を満たすのがその芸能的な部分であって、それが今までの一般的なラジオであったり、こう地上波レベルのテレビ、そういったものが、まあ、昔はそういうものしかなかったと思うんですね。本当に音楽を続けていこうと、ちゃんと稼いだ上で食べられる状態で続けていこうと、やりたい音楽をね思った場合にもうそこに出ていくしかないみたいな状況は昔はあったと思うんですけど、今はそこに行かなくてもそういったところに採用されることだけを目指さなくてもやっていける時代なので、その部分を、まあ、芸能というものをステージという部分に追いかけ、あの言葉を変えたとしたら、その自分たちが出ていくステージというのを自分たちの手で作っていくという企画なんですよね。このラジオ企画、このインディーズのラジオ企画を伸ばしていくということはそういうことなんですよね。だからこのラジオ企画で一貫してやっている本当に素晴らしい楽曲を作っている方々をレコメンドし続けていくことでですね、この芸術と芸能の両面を活性化させていくことができるので、ぜひその中にあなたも加わっていただけたらなと思います。ぜひこれからの音楽シーン僕たちで作っていきましょう。結構久しぶりっていうか熱く語りました。毎回熱いですかね。結構熱く語っちゃいましたね。今回も僕の代表曲かけさせていただきます。月下という曲なんですが、この月下という曲を2018年のクリスマスにチューンコアから配信させていただいたんですが、その時にですね、そういった形で配信するときに英語のタイトルが必要なんですよ。世界配信ということに、まあ、そういった配信を経験されている方はもう結構ね今おられるかもしれないですけど、でその中でその英語のタイトルをつけるときに、この月下の英語でのタイトルを考えまして、そこから先は、まあ、全ての楽曲に英語のタイトルを考えるようになりました。それでこの月下の英語のタイトルは Queen of the Night なんですが、名前の由来はもともと花の名前をタイトルにした楽曲を僕は作りたかったんです。そしてこの月下という自分の代表曲でその夢も実現しました。なのでもし興味がある方はそのあたりも検索とかして調べていただけたらなと思います。それでは聞いてください。ソングライターハウリングの代表曲で月下、クイーンオブザナイト。息を飲むような君の美麗な横顔の夢見る方月影に浮かぶ君は僕の世界に透き通るような笑顔で
光をもたらす輝き、これから先の二人、悲しみの影があっても信じてる未来の中に輝いてる君が映るから、ずっと見ていたいよ。君の美しさに見惚れてる、君と一つになりたいという自然な願い、心でも体でも一緒になることに夢中になって、君の心になりたくて、君の光になりたくて、だから何度でもいつまでも君のために歌うよ。愛を分からぬようなままや三雲に、ただ心だけは求めるよで、君が変えてくれたそのすべての記憶で、今は愛に愛されてる俺さ。誰にも解き明かせない心の深手があっても、何も言わなくていい、君の音色を探すから、その声を聞き取るから、君の声に聞き惚れてる、君の寝息さえ愛おしく、夢から覚めた後でも心地よく、君から出る声はメロディーになって、君の希望になりたくて、君と明日を夢見たくて、だから何度でもいつまでも君への愛を歌うよ。に見惚れてる、君と一つになりたいという自然な願い、心でも体でも一緒になることに夢中になって、君の心になりたくて、君の光になりたくて、だから何度でもいつまでも君のために歌うよ。沈まない愛を歌うよ、月よりも君が
綺麗だよ。ハウリングで月下クイーンオブザナイトでした。この音楽活動を始めてから変わったことの一つに、道端に咲いている花の名前がすごく気になるようになったというか、こう音楽をやっていて曲をね発表するっていうペースも1ヶ月に1回でも、まあ、早い方だと言われる方と、まあ、普通だと思われる方いるかもしれないですけど、そうやって曲を発表し続けてる合間でもやはり日常の時間というのがすごく大切に感じられて、そのゆったりした時間を感じる時もあって、それで自分のそのそれまでの人生をこう振り返ったりする中でですね、普段はこう目につかなかったような風景とか、そういったものが結構今までより深く楽しく、こう美しいものであったらそういうものもめでながら見るようになって、その中でやっぱりこの曲を作ってる時に写真を使ったりね、この自分でミュージックビデオ手作りで全てやってきてるので、そういうので写真が欲しいなとか、こういう風景いいなとかいうふうに思うようになったことは大きいと思うんですけど、でも写真として使うかどうかは別として、本当にこう車を止めた後の家に帰るまでのちょっとした道路の脇に生えている草花であったり、そういった花のこう名前とかが気になったりして、綺麗な花だなと、こうけなげに咲いているなとか思ったりするようになった、まあ、自分自身にねそんなこと今まで思ったことなかったなとか、うん、思うようになったりとか驚いたりとかして、でその上でこうインターネットとかで検索しても花の名前がわからない感じだったりして、それでねこう草花の散歩の花図鑑とかをねこう取り寄せたりとかしてね買ったりしてやってましたね。で今回この代表曲、僕の代表曲のこの花の名前を付けたというのは、月下クイーンオブザナイトという花の名前を僕は付けたというお話でした。さてもう一曲いきたいんですけども、今回ね以前ご紹介させていただいた、福岡は博多在住でフォークシンガーとして活動されている山本義彦さん、僕このレコメンドさせていただくアーティストの方の場合ですね、ただ一曲だけをレコメンドするその曲だけではなくて、その後のそのアーティストさんの活動をずっと見守っていますし、そしてその他の曲もこう折りあらばこうレコメンドさせていただきたいなと思ってずっと聴かせていただいているんですけども、山本さんも本当にたくさん素晴らしい曲をお持ちでですね、僕このアリとキリギリスという曲も素敵なんですけど、今回ご紹介させていただくのは五線譜上で捧ぐアリアという楽曲なんです。この楽曲なんですけど、こう山本さんがもともとピアノバラードユニットスープというユニットを組まれていた、でその活動をされてて、その相方のピアニストさん、その方にね、もうこのスープというユニット自体は解散されてしまったらしいんですけども、その方からピアニストの方から受け取った感性がこう今の山本さんの活動にも通じているということですね。その相方さんに対する思いを込めた、感謝の思いを込めた歌ということなんです。その歌が僕はすごく本当にフォークシンガーとして活動されているというこの山本さんを
表す、まあ、前回ねあのご紹介させていただいたストレイシープもすごいいいんですけど、こうストレイシープは僕の中でかっこいい大人のロックっていう感じで、こちらの五線譜上で捧ぐアリアという曲はフォークシンガー山本義彦さんをより感じる曲だと僕は思いました。なので皆さんにもぜひ聴いていただきたいなと思います。それではお聴きください。山本義彦さんで五線譜上で捧ぐアリア。あの日話した希望をディストーションで揺れる残響を超えて希望をディストーションで揺れる別れの歌だから五線譜上を旅するあなたが教えてくれた優しさの奏で希望の星やここで散りゆくその前にさよならあなたはばああ人生上を旅するああを超えて山本義彦さんで五線譜上で捧ぐアリアでした。このファルセットを含む高音部のこう歌ってる時のね絞り出すようなこの部分っていうか特にこう切なくて色気があってかっこいいですね。山本さんがユニット活動されていた時のこのピアノバラードユニットスープ
こちらの楽曲の方もですね、こう下の説明概要欄ところにリンク貼っておきますので、ぜひそちらもお聴きください。僕のこのラジオでね、この楽曲、この相方さんに対する山本さんからの感謝の思いを込めた歌、聴いていただいたリスナーの方にもしっかりと届いたことと思います。今回も楽曲を使用させていただいたラックスさん、山本義彦さん、本当にありがとうございます。さて、今回の第12回ソングレディスタ、いかがだったでしょうか。僕自身、こう思い入れの深い、心温まる回になりました。次回も素晴らしいアーティストの方、クリエイターの方、ご紹介させていただきます。さらに感動と熱い思いをお伝えしていくソングレディスタ、次回もお楽しみに。ソングライターハウリングでした。